皆さんこんにちは、ゆっくりマリサだぜ。あたいだよ。本日は2024年5月24日に行われた、第37期竜王戦2組、ランキング戦決勝、郷田真隆九段と、佐々木勇気八段の一戦をお送りするわよ。さて、続々と本戦進出が決まっていく今期竜王戦、2組も決勝までたどり着き、進出2名が決まったな。今期は郷田九段と勇気八段の2名、あとは2組優勝を決め、トーナメントでいい位置を取るだけね。優勝だと1組3位の久保九段と、2組準優勝だと、3組優勝の池永六段と対戦の後、1組準優勝の佐藤康光九段と対戦だ。どちらに進んでもくせ者揃いだわね。それなら、勝って優勝を決めたい。そんな2組の決勝戦。対局の前にプロフィールの確認よ。まずは後手の郷田九段。1971年3月17日、東京都練馬区出身、故、大友昇九段門下の53歳、今期竜王戦2組、順位戦 B 級2組、タイトル戦登場18回で6期獲得、一般棋戦優勝7回、地に足のついた、居飛車の将棋が特徴で、堅い守りにまっすぐな攻め、正々堂々、正面から切り崩す様子は、格調高いとまで言われるな。とはいえ愚直ということはなく、シンプルで合理的、無駄のない、アスリート気質の棋風は、現代将棋の礎とも言えるわね。本日は後手、先手もまっすぐな棋風の勇気八段、正面切手のぶつかり合いに注目だ。それでは続いて、先手の佐々木勇気八段。1994年8月5日、埼玉県三郷市出身、石田和夫九段門下の29歳。今期竜王戦2組、順位戦 A 級、一般棋戦優勝2回。特に2023年度の NHK 杯、2年連続の決勝で、絶対王者の藤井八冠を破っての制覇。前年の悔しさもあって、とても熱い戦いだったわね。表情はクールに心は熱く、今日も前を向いて進んでいくぜ。本日は先手、得意の速度感ある展開に持ち込みたいわね。さあ、それでは皆さん、ゆっくりしていってね。将棋盤カモン。今回は値が先手、勇気八段。マリサが後手、郷田九段だぜ。それでは、お願いします。2六歩。8四歩。さてさてさて、本戦進出は決めてるけど。2五歩。どうせなら、目の前の戦い全部勝ちたいじゃない？8五歩。まあ、それに関しては全面的に同意だな。7六歩。だからこそ、得意の角代わりに持ち込むわよ。3二金。先手有利の戦型ではあるが。7七角。特に拒否する理由もないな。ここは正面から、3四歩。堂々と受け、堂々と勝ってやる。さすがね。6八銀。真正面からぶつかり合うわよ。ということで戦型は、7七角なる、毎度おなじみ、角代わりに決定だ。同銀、ではしばらく、駒組みをしていくわ。2二銀。4八銀。3三銀。7八金。6二銀。お互い棒銀を捨て、中央飛行の駒組みね。4六歩。先手は早くも腰掛け銀の主張か。6四歩、私も負けじと、駒組みの速度を緩めない。4七銀。先手の右桂が跳ねることを想定し。4二玉、金銀に王様を寄せ、迎撃の構えを取る。9六歩、値はスペースを作りつつ、角のラインを消すわ。9四歩。3六歩。7四歩。3七桂。6三銀。6八玉。1四歩。1六歩。あともう少しで駒組みも完成。7三桂、あとは飛車の位置をどうするか、というところ。4八金。値はバランスを取り、膝型を目指すわよ。6二金、戦後同型、親の顔より見た戦型だな。5六銀、もうちょっと親の顔見てあげて。まあそう言わず。6五歩、ここで一つ工夫を入れる、桂馬の着地点に歩を進めることで、こちらからの仕掛けはしにくくなったが、代わりに、最近よく見る先手が6筋を突き、桂跳ねを阻害しつつ、6筋への飛車の展開を見据える形、これに発展しにくくなった上、銀を上げた時、中央を膠着しやすくし、角打ちのスペースを確保する、という含みがあるぜ。つまり、この戦い、角の活用が戦局を左右する、と言って良さそうね。2九飛車、かといって、値はやることは変わらないわ。
81飛車。さて、だんだん戦局が煮詰まってきたわけだが、私は銀を上げる一手を6五歩に費やしているため、戦後同桂とならず先手に動きを委ねる場面。大体こういう時は手渡しで銀を上下するか、王様を入城し硬さを求めるか、あるいは飛車の位置の調整かというところ。ただそれをやっていると、戦術の通り後手は遅れている銀上がりをその隙にやってくるだろうし、4筋の歩が浮いているので6四角で銀を下がらされるのも気持ち悪い。そうなってくると別の箇所から反発し、後手の右銀が上がらぬうちに戦いを仕掛けるのが得策そうね。それなら分かりやすく争点を作ってくれた起点から戦いを起こすのも悪くないんじゃないかしら。6六歩、戦いはいつも歩の突き捨てから。同歩、久々に聞いたなそのセリフ。同銀、歩のやり取りを挟んだことで8筋が開いて、8六歩、2歩目の獲得、飛車先を軽くしよう。同歩。同飛車。引きつけたところで後手の下段に守りが外れ。4五桂、落ち着く前に反発して仕掛けていくわよ。4四銀。あたいも同様に飛車先の歩を交換すると、2四歩、歩の手筋で結構いろいろできるわね。同歩。2筋から歩を消した時点で手元に2枚。2二歩、手裏剣を飛ばし、揺さぶりをかけるわ。避ければ後手玉付近にと金ができるし、同金と取れば、後手陣の守備を切り離すことができるわね。おいおい、なぜその2択だと決めつけている？うん。さらにもう一つ、8筋の傷を埋めていないということは、8八歩、負けじとまっすぐ殴り合いに行く。んなバカな、正面から殴り合うとか、高山対ドンフライじゃないんだし、むしろあんたが好きなのはプロレスでしょ？なんだ知らなかったのか、プロレスだって、相手の技は全部真正面から受けるっていう、様式美と言える美しさがあるんだぜ。とはいえこれは将棋、先に動いた方が有利じゃない？関係ないさ。そこまで言うなら遠慮なく。6四歩、桂馬より価値のある、銀にも当たりをつける。5四銀。叩きを拠点化してからさらに追加で、7七銀、飛車に当てつつ歩の回収を狙う。8四飛車、続いて7筋の歩をつけば、たとえ先手が桂馬を取っても、6四飛車が、先手玉頭へ繋がる強手になるぜ。守りに回らず、とことん殴り合おうって腹なのね。OK、そこまで言うならとことんやろうじゃない。2一歩なる、保有していた桂馬を取り、強く出る。8九歩なる、ならばとこちらも桂馬を取り返す。そんなもの、2四飛車、飛車を走り、大立ち回りで返してみせるわ。1三角、飛車に当てつつ、遠見に先手玉を睨む。3四飛車、いくらなんでもそれは遠すぎるんじゃない？そんなもの。3三歩、こねくり回して、後々生きればいいってものよ。1四飛車、角が動けば香車を抜きにかかるわ。ぐぬぬ。6五桂打つ、こちらの飛車がなかなか動けない。その間に、7一角、狙いの一手、浮いた金に当たりをつける。避けてもその先、後手玉小瓶に火力が集まるわ。ぬぬぬぬぬ、避ける余裕もなければ、援護を入れる駒もない。こうなれば、残すは別の道。勝負をかけ、攻め合いに出て。7七桂なる、大手で先着、駒を補充し反撃にかける。同玉、王様で取って飛車の成り込みを防ぐ。ここで粘りの、6一歩、金底の歩で時間を稼ぐ。後手が受けに回ったところ、一気稼いに。2四桂、畳みかけて勝負を決めてやるわ。うん。だがこれは、飛び込んで同玉と取っても、飛車が2筋に回れず、先手の攻めが続かないんじゃないか？うん。これはまさかのチャンスか？8八と金、つまり、攻めに回る時間ができた。うん。3二桂なる、ひとまず金を取って王手をかける。同玉、さあ、ここからどうする？6七金、確かに攻めが続かないので、自陣に手を入れる。7九銀、後ろからスペースを埋め、退路を塞ぐ。ぐぬぬ、8五歩、王様の射程に飛車を引きつけるわ。それならあえて、同桂。あれ？おやおや、この場面、同飛車に対し。先手8六歩、後手6五飛車でどうしようかと思っていたけれど。桂馬で取ったことで、飛車が6筋に回らなくなり、ギリギリ、中段で耐えしのげるのでは？というと？ギリギリ、首の皮1枚で逆転可能。6六玉、中段玉寄せに駆使じゃない？なんだと？4六角、緊急手段で、歯止めの角を前に出す。3三桂なる。歯止めがなくなればこちらのもの。同玉。飛車が動けて、玉面が動くんじゃないかしら？2五桂、大手で継続、下段に追いやる。4二玉。そしてその向かう先には垂れ歩があるので、4四飛車、後手玉は、見た目よりよっぽど狭いわね。6四角、その垂れ歩を払い、退路を作る。
6五歩、玉頭に打つ歩が、攻守両面に効いてるわ。1九角なる。退路に効かせつつ、玉頭を埋めることで。3三銀、後手玉の狭さは維持できているわ。5二玉。飛車を切ってもこの局面問題なく。5四飛車、寄せ切ることができるはず。確かに言う通り。6三玉、飛車を取る余裕はないようだ。そしたら今度は、6四銀、歩の先に銀を打ち、馬のラインを遮るわ。7二玉。潜り込ませた角を切り。6二角なる。さあ、いよいよ最終局面ね。同歩。7三金。8一玉。飛車の利きで耐えようとしてるけど、そこは簡単。8三歩、利きを遮り、追い詰める。9二玉と逃げたところで。先手8二歩なるに、後手同飛車、以下先手同金、後手同玉、先手7三金。後手9三玉、先手8三飛車、後手9二玉に、8二飛車なるがぴったりの詰み。やらかしてしまったか。お互い、王様付近のやりとりで、2点3点あったようだが、勝利の女神は若者が好きなようだ。目の前の王手から、繋げられなかったか。負けましたー。ありがとうございました。紙一重の部分でミスってしまったか。勝負を決めたポイントは、戦術の通り。71手目の8五歩に対し、同桂、と取った場合、先手玉が中段に逃げ込むことができるようになり、寄せづらくなる、という場面、後手が斜め駒を用意できたとしても、6七の金が王手を防ぎ、ギリギリ、耐えられる形になってるわね。かといって、金2枚を生かして頭上を攻めても、後手の持ち駒は桂馬が1枚、寄せ切れずに逃げられてしまうわ。ちょうどいい具合に、4七が空いてるし、飛車は桂馬が邪魔して前に進めない。なので、5号地点に増援を入れるため。角を飛び出し、詰めろをかけたが。なんとびっくり、3三桂なるが返し技。同銀では、戦術の争点に数が足りず、致し方なしの同玉では、本譜の流れに入るわけだな。見えにくいけど、詰めろをかけられてからの冷静さが、勝利を引き寄せた感じよね。この土壇場の弾力、冷静さ、お見事としか言いようがないな。この結果を受け、竜王戦2組は結城八段が優勝、優勝賞金366万円を得るとともに、本戦初戦は1組3位、久保九段と対戦、準優勝の郷田九段は、3組優勝池永六段と対戦よ。どちらも強敵だから、似たようなもんだが、やはり1戦少ない分、優勝の恩恵は大きいな。まあ、最強の値は誰が来ても蹴散らすだけよ。痛い目見てしまえ。さあ、それではこの辺りでお開きにするわよ。ご視聴、ありがとうございました。YouTube をご覧の方は高評価、チャンネル登録を。ニコ動をご覧の方はいいね、フォローをお願いするわよ。さあ、それではこの辺で。バイバイキン。